で、主に私たちの男子会というのは男子会という名前の通りアルコールをやめていくと、お酒を断つというのが私たちの目的 で、そのためのいわゆる当事者とそれからその家族の、者たちが集まってやってます。一番の私たちの今目的というのはアルコール依存症で困っている人、なんとかお酒をやめていきたいという方またに相談を受けた場合はその相談に乗って、依存症が非常に怖い病気だと、正しく健康に飲めればいいんですけども、そう飲めない、やっぱり酒みたいになった人たちにとってはやっぱり難しいので、なんとかそれをね依存症は怖い病気ですよということをね訴えたい、やっぱ啓発活動も私たちも兼ねて今やってるんですけどね、そういうものは主に行っています。その大震災後に現れる、としてもですね、いろんな問題、やっぱり家族それから兄弟亡くしたり家が流されたりですね、生活の面でも仕事がなくなしたりとか、そういうですねいろんなものものの面でどうしても不安とか、どうしても経済的な面とかそういうもの、心の病とかですね、そういうものをいろいろ不安抱えてきて、どうしても人間ですのでお酒に逃げちゃうという方が増えるということはね予測されたことなんですね。なんとかそこの人たちを助けるためにとか一緒にやっていくためにやっぱり、今は仮設住宅になってますけども、その前はいわゆる避難所の方にも入りましたけども、その方々のところにいろいろ一緒に行って話をしてきました。ただなかなかですね仮設住宅というのはですねなかなか、入りにくいところでして、でそこを入るためにやっぱり私たちの情報だけじゃどうしても足りないと、で手がなかなか足りないもんですから、その地域の、保健所それから社会福祉協議会の人たち、それから今宮城県では心のケアセンターというのができてますので、そちらのサポートセンターの方々と一緒に、情報を得てます。実際現場に入るとそうではないなということを感じたんですよね。やっぱりこの人たちは私たちより異常にその現場で実際に親を亡くし、旦那を亡くし、家族を亡くして、それで家も流されて亡くなってしまっている、そういう現場にいた人たちはね、やっぱ全然私たちがいた環境と違うということで、やっぱその人たちに、お酒をね、やめなさいということは言えない。やっぱりね、そこはね、全く現状が違うなということを、私実際もあって思ったんですけど、本当に、体を害してまではお酒はやめた方がいいよと言えるんですけども、やっぱり疲れた時とかいろんな不安を抱えた時にはお酒をやめなさいと、ただ体には悪いからやっぱりお酒の対しての知識は持っておいた方がいいよということだったんですけども、その人たちの話聞いた時は何も言えない、やっぱり自分の話その人たちの話を聞いてやれるのがねそれだけだなと思ったんですけどね、その時間が変わるなと思いましたんですけどね。だそういうことで接して一緒にミーティングを月1回ずつですけど大体、半年ぐらいね続きましたんですけども、やっぱり男子会の活動っていうのはたかが知れてるんですよ。やっぱりねその地域の行政、特に市のいわゆるその保健所とかそういう福祉協議会っていうのがありますし、で今心のケアセンターっていうのがありますから、そういう行政の人たちと一緒になって、やらなきゃ、それともう一つは医療ですよね、医療関係の病院関係、それと私たちのいわゆるこういう当事者グループっていうんですけども、宮城県男子会とか AA っていうの組織がありますから、そっちの方と一緒になると、組み合わせてみんなやっていかないと
なかなかねうまくいかないとかね、そのこういい方向にはいかないんじゃないかと私はつくづく思って、横のつながり、いわゆるネットワーク作りというのは非常にこう重要視してやってますね。はい、今年は第12回目ですけども、2月の11日、建国記念日の祝日ですけども、東北大学の、片平キャンパスの中にあります桜ホールとがありますので、そちらの方で午後1時から大体4時ぐらいまで行いますので、ぜひ参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。